秩父の宮記念スポーツ博物館は東京都足立区にある独立行政法人日本スポーツ振興センターによって運営される日本で唯一の総合スポーツ博物館。オリンピックと日本のスポーツ史を中心とする展示場とスポーツに関する本や雑誌を公開する専門図書館とから成り立っている。スポーツの宮様として広く国民に親しまれた 秩父宮洋人親王が1953年に皇居。ほどなく、スポーツ関係者有志の間で、秩父宮記念館を作ろうという動きが出るに至った。それと、愛前後するように、オリンピック、東京誘致のために、明治神宮外苑競技場を国立競技場に建て替える計画が浮上し、新たな競技場の中に秩父宮を記念する。 博物館が設立されることとなった。会館は国立霞ヶ丘競技場完成翌年の1959年1月6日。秩父の宮の明日に当たる1月4日は日曜で、翌日は観光庁の御用始めに当たるため、7周期から2日ずれたわけである。名前から秩父宮ラグビー場の中にあるように誤解されることも多いが、入り口は 国立霞ヶ丘競技場電光掲示板裏側の真下ぐらいのところに位置していた。競技場で催し物が開催されていない時はスタンドから競技場内部を見ることもできた。なお、2011年夏より日本スポーツ振興センター本部事務所の手狭さを理由に展示場の3分の1が他部署の事務所として転用されることとなり企画展のためのスペースがなくなるとと,ともに 企業と広報誌を兼ねた性格を持つ、スポーツ文化という出版物の観光も中止されることとなった。2013年5月7日から休館。当初は建て替え後の国立競技場に移転予定だったが、走行費の大幅削減による整備計画の見直しで白紙となり、暫定的に足立区綾瀬の倉庫を拠点とし、図書館機能など部分的なサービスを実施している。 2018年4月中に2020年以降に建て替え予定の新秩父の宮ラグビー場内を移転候補地とした計画案をスポーツ庁へ提出する。ありがとうございます。